じゃあ今回はですね、ちょっと雑談まがいに、まあ、私がねちょっとあ意外だったなっていうことを書籍からちょっとね、えー、受けましたんで何点かまとめてお話しようかと思いますねまずはねあの不死のクラゲがいるっていう研究があるらしいんですよこれ実際にクラゲって生き物いるじゃないですかこれが高齢になると思春期に戻るっていうことを繰り返してなんか発生源がよく分かってないんですけどもこれ研究の段階では永遠に生きてるらしいんですよすすごいですね。だかかららこの辺から 永遠の生命のヒントが得れるんじゃないかなっていうことで研究してる人がいるらしいんですけども、まあ、何にでも研究者がいるもんでねクラゲもたくさんの種類があると思いますけども不死のクラゲを見つけて、まあ、その探求をしてる人がいるっていうのは驚きだったかなと、うん、まあフといえばねあの岩石って不死だと思うんですよ岩ですよねそういうふうなその何を生命とするか何を生命としないかっていう問題があるんですけどもあの 岩に石像とか仏像とか世界中にあるんでえきっと多くの人があの、まあ、軽く認識してるところはあると思うんですけどもでもね実際に無機質な岩と違って有機質ですよねやっぱタンパク質やアミノ酸から構成されている生命といわゆる言われているものに。 あの無限の生命が宿ってるっていうね考え方っていうのはなくもない話じゃないんですけどもちょっと不思議だったんですよねなんか一番すごいのがその研究をしている人がいるってことですよ、うん、それからの土星のリングの話なんですけども土星のリングってもうむちゃくちゃ大きいわけですよあの地球よりも土星って大きいわけでしょちょっと何倍か忘れましたけども、うん、確かね 300×1,000×km ぐらい のの土星のリングってででかいんですよねじゃあ厚みはっていうとなんか10メートル以下らしいんですよ厚みがなんかちょびっとしかなくって広がりがすごくあるみたいなねいやこれもよくそんなことを見抜いたなというところでねスペクトル分析とかしたんでしょうかねやっぱりねうーんすごいですよねあそれでねえっ、ー、と1800年代に写真ってのができたらしいんですよ1800年代にね でも1800年代から現在に至るまでに撮られた写真の枚数の総数と今現在の2分間に撮られる世界中の写真の総数っていうのはなんかバランスするらしいんですよねだから200年が2分にまとまるらしいですそのぐらい昔は写真っていうのがすごく手間がかかって今はお手軽になったってことなのかもしれませんけどもいやこれも驚くのがそんなことを計算してるやつがいるってことなんですよ。 この人は仕事でででややっっててるんんすすかかかねね暇だらみたその計算式をぜひね今度は教えてもらいたいなと思うんですけどあとはそうですねうんとちょっとしたまあ計算すれば分かることなんですけども100万秒ってのがどのぐらいかっていうと11日っていうのはね、まあ、考えてみると当たり前なん,なんだけど面白いなっていうのとあと10億秒っていうやつは31年というねこれもたまにねパパッと暗算すると ああ本当にそうなんかなと思っちゃうんですけども長いようで短いような概念だなと10億秒が31年っていうのはね秒でいうと長いような短いような環境ですけども31年ですからね10億秒還暦、うん、まで20億秒っていう感じですね、うんまあ、そのぐらいですかねあとあとなんかなんかあったかな、うん、あ 人体に関してなんですけども、あの毎秒1,500万個の赤血球ができて、そして古い赤血球の同じ量だけが死滅してるらしいですね。で、バランスしてるらしいんですけども、やっぱこの白血病と、白血病とかね、その白血病のバランスが壊れるやつっていうのは、これが1,500万個作られて、えー、1,000万個死ぬみたいな、この1,500万個のバランスが壊れるってことなのかなというふうなことを、あちょっと。 学んだかかなってところですかね最近はそのぐらいかなちょっと思い出せんのまあだもなんだって話じゃないですか別に知らなくてもいいから雑談なんですけどねでいってらっしゃい。